小学生のみんな、いいですか？安倍が不起訴になりました。我々小学生は絶対に許すことができません。今日は学級でこのおかしさを追求する機会にします。いいですね。ちょっとこの写真を見てください。これは安倍が不起訴にしてくださいと風呂場の前で宣伝をしているところです。こんな悪いことは安倍には朝飯前です。それでは今日の学級会のお目当てを書きます。安倍の不起訴を許していいか？です。それでは提案理由とそれぞれの柱を書きましょう。いいですね。正しい分析です。安倍の不起訴、絶対に許せません。まず、安倍のケツ叩きです。泣いて、詫びるまで止めないですよ。私たちもグレタさんのように頑張りましょう。